あ、ここは余裕で抜けられましたね。こちらの方が明らかにメイン南口、並木が良いですな。ちょうど今、まあ、葉っぱが落ちる時期か。で、ここ時は平、まあ神経性、まあでも神経性の開業当時のあれではないよな、まあ、もうちょっと後のね、まあ高度成長期にまあいろいろ開発されたんでしょうきっと。で、私は1軒目はボーリング場、看板はあるけども漢字の建物はどれだ、ちゃんと地図を見ましょうか。はい、まあ、さっきの看板のところからね、そのまま来てこちらですね、ボーリング常盤平ボーリングセンターということで、ここはね、割とちゃんとしたゲームコーナーあるらしいので、まあ適当に行ってみましょう。はい、こちら常盤平ボーリングセンター出てきました。ここは2階はまあ完全にボーリングのみで、1階にゲームコーナーありましてね、一応写真も撮りましたが、この太鼓の達人7がまあ、ここに書かれている通り珍しいんですかね。私はそんなまあバージョン詳しく見てないですけども、まあ、確かに7というのはねあまりない気がしますね。はい、まあ、ゲーセンというよりはその、まあバッティングセンターとかね、まあ、それこそボーリング場とかそういうところに、まあ、多少古いバージョンまだ若干生き残ってはいますけどもね、まあうん、まあ、このバージョンの違いも私は全然わかんないんですけども、7になんかこだわりがあるような人はぜひというところですかね。はい、で、まあとりあえずは OK で、続きまして、そこは右前方ですね、声優、声優だけじゃなくてそれ山田電機とかも入ってるのか。こちら声優出てきました。5階建ての割と大きなね商業施設で、4階の半分ぐらいかな、まあ、結構広い範囲がハピピランドでしたけども、非常に残念ながらメダルはなかったですね。キラキラアスボックスから、まあ、おそらく引き継いだ店舗で、まあ、ある程度古いね UFO キャッチャー、だとか、まあ、その辺は、まあ、その、筐体の数は多かったんですけどもね、まあ、なんかそれ以外は、あまり今時の音ゲーとかもない、まあ、あまりやる気のない、まあ、個人的にはねそんな印象の店舗でしたがね。はい、まあ、でもあんまり若者が集まるようなところって感じでもないもんなこの辺はな。はい、まあやっぱ松戸駅前とか、がにぎわってるから、まあここはそうでもないみたいな。で、次は、まあ、この道をしばらく行くのかな。ここは常盤平駅ですけども、神経性で一つ、まあ、津田沼寄りというかね、そちらの五光駅の近くにあるバックトゥーザアーケードというゲーセンに次は向かいます。ここはまあその筋では有名、だと思いますけども、その古いアーケードゲームですね、まあ、レースゲームとかシューティング系が多いのかな。その実際にこうハンドルを握って操作するようなのとか、まあ、そういうのをね、まあ、古いのを頑張って動かし続けているようなゲーセンで、まあ、私は行ったことがないんですけどもね、そうで、なんか500円で30分の時間制とかなんですかね確か。はい、まあ、私もその辺はあまり分かっていないが、まあ、今日は平日で珍しく営業している、なんか土日がメインみたいなんですけどもね、まあ、ツイッターによると今日もやっているということで、まあとりあえず向かってみます。ここは左だそうですね。まあ、この道を行くとその五光駅の、どっちだろう、どっちだろうって西口か、に出るみたいなんですけどもね、私が目指すゲーセンは東口ということで、ここで線路沿いに行きまして線路を渡ってね、まあ、向こう側の道から行った方が近いみたいですね。まあ、この線路沿いの道をずっと歩き続けてきて、まあ、ずっとつってもまあ3分ぐらいかな。そこのね、踏切で渡って、向こう側を今度は行くみたいです。この3分ぐらいで一度も上下線見ていないので、そろそろ踏切が鳴るような気がするが、どうでしょうね。神経性といえば最近なんかね、ちょっと古い、形式が全部引退になったとかいう話を何かで見た気がするか。はい、まあ、私は家によって全然詳しくないのであれですけどもね、あれそういえば8万系とかいうのが新しいんだっけ。はい、結局来ないですね。まあいいえ、まあいいや、そのね別に早く進行するのは悪いことではない。はい、まあこんな感じですな。私は次は突き当たりを右。はい、やっぱこの辺も戸建てが多いですな。個人的にはこの松戸というとこういうイメージなんですよね。なんかそのね、
人口はまあかなり多い45万人ぐらいですかね。日本の市全体でも確か30位前後だったと思いますけども、なんかそうのこのね無秩序な開発で、このひたすら戸建てがベターっと、ね、広がってるような、はい、もうまさにそうだよな、あのさっきのまばしからのバスのね、その景色もまあそんな感じでしたけども、そしてこれはなんか太い道にぶつかるのかな、その線路がおそらくこの先右にカーブするので、私も若干右側だと思いますがどうでしょうね、こちらも太い道、私は左から出てきたんですけども、まあほとんど道なりにね、こちらというところで、五光駅東口商店会とありますが、まあもうその辺が駅、ここは確か西口の方がまあメインで、まあちょっと古い商店街、まあそうですね、まあそんなのが、今も残っていて、なかなかねあの個人的には好きな雰囲気、なんですけども、私が行くゲーセンはこの道沿い左側ですかね。はい、ということで出てきました、そこの建物の1階ですね、まあそのレースゲームが、ほとんどで、まあシューティングが若干というような構成、あとは一応なんかフライト系とかもありましたかね。ちょっと待て、私は次はハピピランドだが左かな、はい、この道でしたね、斜め左という感じで、そちらが五光駅ですね。で、まあ、結構お客さんいましたね、なんか3人ぐらい盛り上がってる集団と、あとはまあ、ポツポツと、まあ私みたいにというかね、まあなんか適当にやってる人たち、だからまあこれ不定期営業みたいな感じだと思うんですけどもね、まあ普通に、それなりに、まあ、人が入ってるという感じなのかな。はい、でまあ私はね、まあなんか入り口付近にあった、この写真の中に写っているまあ、ゲームを適当にと、あとはまあ一応レースゲーム、まあ、私普段レースゲーム全然やらない、まあ、下手くそなんでね、ですけども、まあ、ここはその500円30分フリープレイということで、まあ、適当に、まあ、やってみましたが、やはり全然ダメですな。10段階の2ぐらいのやつに挑んだんですけど全く勝てなかったね。いやーまあ難しい。そう、まあ、ある程度得意な人にとってはね、なんてことない、なんでこんな走れないのかわからないぐらいだと思うんですけども、やっぱ下手な側からするとね、なんか全然面白くない、まあ全然面白くないは言い過ぎですけどもね、なんかその全然わかんないんですよね、そのやり方がね。まあそれはともかく、ここは五光十字路で、これ右に行くとその新京成をくぐって向こう側に行く道なんですかね。そうです、はい。で、私はここは左側ですね。さっきからまっすぐ来て五光、これはある程度幹線道路的な感じで、まっすぐ行くと三つ見でしたかね、東武の路線のね。で私はこの後は、ハピピランドがこの先あるらしい、なんかまあなんかそう地図とかをパッと見だとね、なんかそういうゲーセンはなさそうに見えるんですけども、なんかホームセンターの一角とかですかね。まあこの時期はまあ日の入りが早いのでね、まだ4時半ですけども、まあ家に帰る時間というのも間違ってはないか。はい、で先ほどからまっすぐ来まして、そこは、信号に左なのかな、ちょっと看板が見え隠れしているプラッツ五光というやつが、まあ、この先左側にあるみたいで、その中にハピピランドがあるようです。はい、こちらプラッツ五光出てきました。プラッツ五光のプラッツはこれはプレイスのドイツ語、場所という意味ですかね。で一応ハピピランドありまして、まあそこそこの広さあったんですけども、まあ、ほぼプライズ機でね、メダルは一つもないという、まあ、ハピピランドはあるあるな形態でしたがね、一応若干写真は撮って、まあ、この、まあ、これ東京オリンピックのやつなら結構見るんですけど、リオバージョンが残っているのは割と珍しい気がする。でちなみに、私がさっき歩いていたのは向こうの道ですね。で、まあ、そこをさっき左に曲がってそこを店行って、まあ、裏側から今出てきたという感じなんですが、この先にね、まあこの道とさっきの道があの交わるところのあたりに、島村があるということで、とりあえずそこだけ、行ってみます。はい、まあそんなところですな。
ということで、まあ、ゲーセン巡りとしては今日はもうほぼ終わりですね、これでね。まあそう、むつみ駅の方に、そのまあ、一旦向かうというかね、まあ、高柳駅はこっちなので、あれなんですけども、まあ一応島村だけまあ軽くね。はい、ここはなんか、中央分離帯、なんかわかんないけども、まあもともと何か作る予定が遊ばせてるみたいな感じなんですかね。あ、この道その方行こうかとも思ったんですけども、まあ、島村に行くんだったらね、ここよりも一本まあ右側というか、そこで左にすぐ曲がっていくこの道の方が、近いらしいのでそれで行きます。この辺は一応マンションとかもある。これは、東京に行くんだったらどこ経由になるんだろうな。まあ新京成松戸になるんですかね。はい、島村看板ありましたね。そちら右の島村、そして左はスバル書店伝屋ですね。島村はゲームコーナー全くなしで、伝屋の方は若干、プライズ系ありましたが、ゲームコーナー扱いするほどではないということで、OK。ちなみに先ほど私が歩いていたその中央分離帯が広い道はまさにここですね。はい、ということで、まあ終わりですな。ちなみにここからは、次の、高柳駅は睦美駅がね、これまっすぐ行って多分10分ぐらい歩けば着くんじゃないかと思いますけども、私が目指すのは、高柳駅、まあ高柳駅はね、今まあ東武野田線の駅なんですけども、なんだっけ、その急行停車駅なんですよね。そう、まあたまたまというか、まあたまたまというわけではないか、まあ最後のまでね、その単線で残っていたのが、この柏船橋間だとそのあたりで、で、まあ駅をその、まあそれまでは普通の、2線だったのかな、まあそれを増やして2面4線にして。確定と急行のね、その、関係接続ができる構造になったという、ということで、その急行の停車駅がね、柏、新鎌ヶ谷、船橋に加えて高柳という、そのなんだろう、もともと確か睦美駅の方がね、まあ、利用者が多くて、まあ、高柳も少ないわけではないんですけども、それほどでもないはずだったところが、まあ、急行停車駅になって、今もなんか、継続してその開発もやってるんですかね、なんかちょっとわかんないんですけども、そのあたりをちょっと見に行こうと思って、まあ、今向かうところですね。はい、まあ、若干歩くことにはなるけども、まあ、若干なのでしょうがないなものぐらいかな。はい、この辺は、千葉県松戸市六甲台ですね。例の例のというとあれだけども、あ、まあ適当にですな。はい、いやしかし本当にあれだな、日の入りが早いですね。もう本当にこの時期は、まあ、まあ1年で一番早いのが、まあ、12月の、まあ、当時は20何日とかなんですけどもね、もうちょい早いぐらいなんですよね確かね。そう、まあ、だから、まだ11月なんだけどもな。そう、その返しのね、なんていうのかな、まあ、立冬の方が立春よりも早いとかね、そんな感じになってるんですよね。まあそんなところでこの辺も普通に住宅地ですな。私はしばらくまっすぐだと思うが、まあ、ちゃんと地図を見た方がいいですね。はい、こちら今突き当たってここを右ですね。でそしてすぐを左、この先はなんか Google マップによるとグネグネと行った方が微妙に近いらしいが、ここ左に行った後ね、しばらくまっすぐ行ってから曲がってもあんま変わんないように見えるので、ここはまあちょっとまっすぐ行ってみましょうか。ほんと暗くなるのが早すぎるっぴ。はい、適当に歩いてきて、ここ左は割と広い公園、なんかただの公園じゃないのかな、んーちょっとわからないけども、で、ここの交差点に右ですね、六甲台三ハイツ、こんなところに団地があんのか、なんかその駅からは中途半端に遠いような気がするが、まあおそらくバス便が多いところなんですかね。お、これは青信号で渡ってしまいたいな。ここは左右は太い通りで信号長そうなんでね。うん、太い通りではあるが、なんか主要な道路という感じではない。なんか全然あのね、ロードサイド系の店舗もないようなところで、で、私はここで、まあ、やっぱ松戸、まあこのちょっと暗いんであれですけどもね、まあ、戸建て、とにかくそんな感じですな。
はい。あ、でも、あれ高柳は確か柏市だから、どっかで柏に入るんだな。はい。さっきの島村のとこからはもう15分ぐらいは歩いてると思いますが、この辺から柏市に入るんですかね。まだここは、しかしカーブミラーは松戸市だな。はい。まあ適当に。あれでも高柳になってるな。あ、これまさに市境？ちょっと待って。これ柏市ですよね。そしてこっちは松戸市。面白い。はい。まあ、適当に歩いてきて、今、こちらは公園ですかね。で、ここはまあ、右に行った後に、そこで左、まあ、道なりですね。おー、湘南町。おー、そう、この辺は旧湘南町なんですよね。今、柏市ですけど。いいですね。はい。まあ、さっきからずっとこんな感じの道をね、まっすぐというか、まあ、ちょっと曲がってるけど歩いてまして、ここは江南台という地名なのかな。はい。まあ、ずっとこんな感じですね、本当にね。で、この先に、まあ、交差点信号かな。で、そこでもう一回曲がると、その先に高柳駅に渡りがあるみたいですね。さっきの島村のところから27分ぐらいですかね、多分。久々に信号を見た気がしますが、ここ右に曲がりまして、この八尾湖は割と新しいですかね。そのまあ、東武野田線の高柳駅の、まあ、回遊用というかね、それに合わせて、できたんだと思いますが、その向こう側ですね、左前方にあるのが、東武野田線高柳駅でしょう。ちょうど今止まってますかね。16号沿いにもなんか、まああるのかな。なんか、そう、ちゃんと調べてないんですけどもね。そう、まあ余裕があったらまあそっちの方行ってもいいんですけどもね。まあ、めんどくさいんで帰るかな。はい。高柳駅、これは京城駅舎。もう完全に駅舎自体も新しいんですかね、これはね。なんか面白い。はい、まあ一応こちらね、自由通路だって東口にも来ていました。こちらはまあ全然再開発とかは、やる気がない、まあ、元々のね、その、ただの野田線の駅というところ。これは、コンビニエンスストア、KCS 湯浅。面白いな。これはチェーン店ではないのかな。関東コンビニエンス協同組合。まあそのね、まあ駅前という立地なので、まあ普通に、やっていけてるということなんでしょうけどもね。こういうのもね、ちょっと前までは結構なんかありましたけどもね、その酒屋からコンビニちょっと変わったみたいなのがね、今ではほとんどない気がする。で、そっちも16号となると結構遠いのかな。そこはジョイとかいうスーパーがあるが、まあおそらくゲームコーナーはないでしょう。はい、ということでまあ、この辺で動画終わりですかね。